はい、こんにちは。ナンバーアイが世界一大好き、398チャンネルです。はい、今日はですね、アメリカのカリフォルニア州で音楽イベント、コーチラ2024が開催されたということで話題になってますね。で、ちなみにこの音楽イベントは YouTube でも無料で配信されていたんですけど、今日は日本の人気男性アイドルグループナンバーアイが登場してゴートなどを披露したということで話題になってますね。で、今日のナンバーアイのパフォーマンスを見て思ったのは、いや、ナンバーアイ本当にかっこいいなと思いましたね。はい。まあ、というのも、ナンバーアイなんですけど、まあ、平野紫耀君、神宮寺勇太君、まあ、あと岸優太君の3人のグループなんですけど、まあ、やはりね、今日が彼らにとっての、まあ、初めての、その海外でのパフォーマンスということで、まあ、非常にね、彼ら自身も嬉しかったと思うし、何よりも本当にね、かっこよくて最高のパフォーマンスだったんで、はい。まあ、見ているこっちも本当にね、興奮しましたね。はい。まあ、というのも、やっぱりね、この3人に関しては、まあ、以前はね、そのジャニーズ事務所の、King&Prince、まあ、通称キンプリに所属していたんですけど、まあ、そのね、まあ、キンプリにいる間は、その海外で、まあ、そのパフォーマンスとかできないということで、まあ、そのジャニーズ事務所を辞めて、まあ、今の 2B という事務所に移籍して、それでナンバーアイを結成したわけなんですけど、いや、でも今のいいんじゃないかなと思ったんですよね。はい。まあ、というのも、やっぱりね、今日ね、念願のその海外でのパフォーマンスを果たすことができて、はい。で、アメリカでのパフォーマンスということでね、はい。いや、非常にね、なんて言うんだろう、普通、その初めての海外での公演だったら、まあ、初めてか分かんないんですけど、そのナンバーアイとしては初めてだと思うんですけど、まあ、普通はね、初めてのその海外遠征とかだと、まあ、緊張するのが普通だと思うんですけど、むしろこのナンバーアイの3人組は、非常に落ち着いていて、まあ、堂々としたパフォーマンスを見せていたので、いや、本当にね、さすがナンバーアイだなと思いましたね。はい。まあ、そのキンプリ時代にね、培われたそのメンタル面がね、まあ、今日のパフォーマンスにも出ていたなと思いましたね。はい。で、ちなみに、今日のそのコーチラ2024なんですけど、同じく日本からはその Awich さんとか YOASOBI さんとか新しい学校のリーダーズさんとかも出てたんですけど、やっぱりその全部のグループひっくるめても一番かっこいいのがナンバーアイで、で、歌もダンスも上手いのが、まあ、ナンバーアイだなと自分は思いましたね。はい。まあ本当にね、やっぱりナンバーアイね、これからはね、多分世界的にもね、売れると思うんですよね。はい。まあ、なんつったってね、やっぱりナンバーアイは、その平野くん、神宮寺くん、岸くん全員がかっこいいし、で、なおかつ、まあ、歌もダンスも上手だから、まあ、これからはね、まあ、ナンバーアイの時代が来るんじゃないかなと自分は思ってますね。はい。まあ、本当にね、今日のコーチラ2024、まあ、初めてのその海外でのパフォーマンスだったのに、まあ、非常にね、堂々としていたので、まあ、本当にナンバーアイは立派だなと自分は思いましたね。はい。いや、本当最高でした。はい。はい、こんにちは。ナンバーアイが世界一大好き、398チャンネルです。はい、今日はですね、アメリカのカリフォルニア州で音楽イベント、コーチラ2024が開催されたってことで話題になってますね。で、ちなみにこの音楽イベントは YouTube でも無料で配信されていたんですけど、今日は日本の人気男性アイドルグループナンバーアイが登場してゴートなどを披露したってことで話題になってますね。で、今日のナンバーアイのパフォーマンスを見て思ったのは、いや、ナンバーアイ本当にかっこいいなと思いましたね。はい。まあ、というのも、ナンバーアイなんですけど、まあ、平野紫耀君、神宮寺勇太君、まあ、あと岸優太君の3人のグループなんですけど、まあ、やはりね、今日が彼らにとっての、まあ、初めての、その海外でのパフォーマンスということで、まあ、非常にね、彼ら自身も嬉しかったと思うし、何よりも本当にね、かっこよくて最高のパフォーマンスだったんで、はい。まあ、見ているこっちも本当にね、興奮しましたね。はい。まあ、というのも、やっぱりね、この3人に関しては、まあ、以前はね、そのジャニーズ事務所の、King&Prince、まあ、通称キンプリに所属していたんですけど、まあ、そのね、まあ、キンプリにいる間は、その海外で、まあ、そのパフォーマンスとかできないということで、まあ、そのジャニーズ事務所を辞めて、まあ、今の 2B という事務所に移籍して、それでナンバーアイを結成したわけなんですけど、いや、でも今のいいんじゃないかなと思ったんですよね。はい。まあ、というのも、やっぱりね、今日ね、念願のその海外でのパフォーマンスを果たすことができて、はい。で、アメリカでのパフォーマンスということでね、はい。いや、非常にね、なんて言うんだろう、普通、その初めての海外での公演だったら、まあ、初めてか分かんないんですけど、そのナンバーアイとしては初めてだと思うんですけど、まあ、普通はね、初めてのその海外遠征とかだと、まあ、緊張するのが普通だと思うんですけど、むしろこのナンバーアイの3人組は、非常に落ち着いていて、まあ、堂々としたパフォーマンスを見せていたので、いや、本当にね、さすがナンバーアイだなと思いましたね。はい。まあ、そのキンプリ時代にね、培われたそのメンタル面がね、まあ、今日のパフォーマンスにも出ていたなと思いましたね。はい。で、ちなみに、今日のそのコーチラ2024なんですけど、同じく日本からはその Awich さんとか YOASOBI さんとか新しい学校のリーダーズさんとかも出てたんですけど、やっぱりその全部のグループひっくるめても一番かっこいいのがナンバーアイで、で、歌もダンスも上手いのが、まあ、ナンバーアイだなと自分は思いましたね。はい。まあ本当にね、やっぱりナンバーアイね、これからはね、多分世界的にもね、売れると思う。